名古屋市立東白壁小学校は、名古屋市東区白壁5丁目にある公立小学校。名古屋市東区の JR 中央本線より、西側の地域のうち北側のほぼ中央部を学区とする公立小学校であり、1914年6月11日の名古屋市東白壁人上小学校の開校をもって、その始まりとしている。太平洋戦争後の学生改革に伴い、 現校名である、名古屋市立東白壁小学校に改称するとともに、進学先である、名古屋市立富士中学校設立に際しての校舎の一部隊を、近隣の名古屋市立朝日川家小学校との一時統合に伴う文校化などの過程を経て、1949年9月より、現校の校名、高知にて現在に至っている。学区は古くは、終わり半々市の武家屋敷が並んでいた。 地域、現在の国道を19号にあたる、河海道沿いの地域として栄えた地域であり、現在は一部幹線道路沿いを除いてはおおむね、住宅地となっている。期日にあたっては、東博平小学校公式サイトのほか、東博平創立50周年記念号、創立70周年記念学校要欄、校舎竣工記念学校要欄、 創立80周年記念学校要欄を参照した。東白壁小学校は、1914年6月11日の名古屋市東白壁尋常小学校の開校をもって、その始まりとしており、近隣の帝都、白壁、筒井、山口の4尋常小学校から計543名の児童が移っての開校であった。 その後名古屋市の地域拡大に伴い1924年の高等化併設時には尋常化、高等化合わせて計189名と倍近い児童数となり、1937年の大曽根高等小学校設立に伴う高等化分離時における連区が原学区に相当する地域となっている。太平洋戦争後の学生改革により1947年4月より、 名古屋市立東白壁小学校となり、同時に新設された新学先新生中学校の名古屋市立富士中学校に校舎を一部対応した。また、近隣の名古屋市立八王子中学校にも同時期において同様に校舎を対応していた。1948年10月には名古屋市立旭が丘小学校と統合し名古屋市立旭白壁小学校となり、 現校地は1.2年生のみが通学する分校となったが、1949年9月より、元の名古屋市立東白壁小学校に復している。1960年には、近藤十一作詞、田村則和作曲による校歌も制定されている。1974年には、組み立て式プールの運用開始。1980年には、校地外でのプール完成と水泳教育では、 運用面での困難があったが、昭和末期から継続して行われた一連の校舎改築工事において1991年に校舎屋上のプールが竣工したことにより、運用面での困難は解消した。教育目標である、心身ともに調和の取れた人間性豊かな児童を育成する、にのっとり、の育成を目指している。東博壁小学校公式サイトの記載から抜粋。 職員は校長以下教諭、学校事務職員、業務委員等合わせて計二十四名となっている。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。東白壁小学校公式サイト記載の二千十二年度年間行事予定から抜粋。六月の東白壁サマーフェスティバルは六年生を中心とした児童グループによるお店運営、小敵部による 演奏披露などが行われるものである。触れ合いの道白壁、関秀木町通り機幹バス白壁停留所付近あたり、学区は大部分が住居表示実施地域であるが、一部に未実施地域がある。2010年国勢調査によると、学区の面積は0.581平方キロメートル、世帯数は2907世帯、人口は6117人である。 2005年国勢調査時は、世帯数2780世帯、人口5920人であり、それぞれ4.6%、3.3%の増加となっている。学区は古くは白壁、酒税町、大館町など、終わり半時代の武家屋敷があった地域、愛よ町など、河海道沿いの町として栄えた地域である。明治末期から大正期にかけては、瀬戸、 田島方面で生産される陶磁器の中継地としての側面もあり、その名残が学区内に所在する名古屋陶磁器会館に残されている。2012年9月現在においては、国道19号、出来町通り等の幹線道路沿いを中心に、事業所等も見られるものの、全体として見れば、ほぼ住宅地である。期日にあたっては、名古屋の町、 町名物人口行政区別統計表を参照した。いずれも名古屋市立の小学校である。名古屋市では、公立学校選択制が導入されていないことから、東白壁小学校を卒業した児童の公立、中学校進学先は、名古屋市立富士中学校となる。名古屋東郵便局。ありがとうございます。